イベラジオ第1896回、今日は令和元年9月6日金曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北金曜の朝始まりました。9月に入ってまだまだ暑いけれど、開け放した窓からは少し涼しさ含む爽やかな風、学校も始まり、もちろん職場も始まっていますね。9月になって、私はお昼から名古屋の男の子が英語を習いに来ますが、それ以前の時間使ってのイメラジオです。今回は不破鉄道著時代の証言取り上げます。不破鉄道さん時代の証言、中央公論から出てますね。昨日茅ヶ崎図書館行ってきました。駅の南にある美術館の隣、もう目の前はすぐ湘南海岸ですね。不破さんの時代の証言パラパラっとめくってきました。今の目で見れば面白い自伝ですよ。今もう90歳近くになられてる不破さんなんですけど、彼が写真付きで自伝、若い頃結構かっこいい、しかもメガネがかっこいい、東大物理学科出てる理系の方、これで文系を論じるわけですから、この夢ラジオでも何度も言ってるように理系の頭脳で文系っていうのが本当に強いんですよ。理系の頭脳で文系を語る、あるいは社会を語るというのがね、本当に強いのはこういう人です。数学、物理、科学、この辺ができなきゃダメで、この辺ができて文系やる、法律やる、経済やる、政治やるという、それがやっぱり一番いいんですね。だからやっぱさすがといえばさすが。旧姓の一行言ってますよ。だから旧姓一行、その最後の世代でしょうね、不破さんが。で、旧姓一行って今の東大教養部駒場ので、近くに今駒場、都立駒場高校あるでしょう。あれ府立三条だったんですよ、第三高等女学校ですから。その府立三条に通っていた女子と不破さんくっついて、それでなんかくっついてっていうか結婚されたようですね。そのお写真も残っています。お父さんが左翼で、ですから兄上田光一郎、弟上田健次郎、この上田健次郎が不破鉄道なんですよ。二人とももう一高時代から共産党、東大に入ってからも共産党、多分奥さんも共産党。この上田光一郎兄と不破鉄道弟は結構仲は良かったようですね。で、上田光一郎さんって日本共産党の副委員長、確か参議院かなんかで東京選挙区から出てましたね。共産党を出た後鉄鋼労連で働き、で初めて書いた論文に不破鉄道のペンネームを使った。この頃から認められ、専従にならないかとお声かかった。やっぱ不破さんも職業革命家っていう言葉を使ってますね。職業革命家に俺はなるんだ。まあ
この世代はそんな世代、革命を起こそうと思ってたんですね。その頃ちょうど、つまり不破さんが共産党に入る入らない、あ、じゃない、共産党の専従になるならないですね、もう東大は出て共産党の専従になるならないの頃に、日本共産党が武力闘争の路線から議会民主主義の路線へと変わっていった頃で、宮本体制になる。で、この宮本さんとこの不破さんが、一緒になって新しい日本共産党6選挙以降、1955ですね、以降引っ張っていくことになりました。で、やっぱり理論家なのでね、マルクス、エンゲルス、これを読み込み、おそらく今日本でこのマルクス、エンゲルスを一番読み込んで著書もあるのは不破さんでしょう。そこら辺の経済学部の教授では太刀打ちできません。マルケイの人は今でも経済学部にいると思いますけど、まあ不破さんには太刀打ちできない。だから理論書が多いんですよ、不破さんには。で、その専従でやってるうちに宮本からも認められ、どんどん党内での序列が上がっていき、もともと東京の人です、不破さんは。そして宮本と一緒に北朝鮮に行くんですよね。この写真も載ってますよ。宮本さんと一緒に金日成のいる北朝鮮に行った時の写真。若い頃の不破さんは髪が黒くて、眼鏡の縁が黒くてかっこいいという、これだと共産党のプリンスと言われたのもなるほどと。で、その北朝鮮に行った帰りか、その頃に行った時だったかな、要するに平壌で次の衆議院選挙に出てくれといきなり宮本さんから言われて、みたいな、私が選挙出るんですか。で、書記局長就任、そして、衆議院議員に当選。で、佐藤栄作首相の頃ですから、佐藤首相との対決、国会論戦ね。だから佐藤さんもこの不破さんの質問に対してはね、まあ自民党と共産党はもう当時はもう敵だったんですけど、でも佐藤さんが自民党の若手にもああいうのが欲しいって言わせたようですね。で、その後田中、三木、福田、大平とこう歴代の首相と日本共産党の書記局長、つまりナンバー2ですね、委員長が宮本さんです。として不破さん、どんどん国会活躍していきました。70年代、ちょうど70年代は日本共産党が一番乗ってた頃ですよ。党員が拡大、新聞赤旗もどんどん売れる、日共祖母組合も共産党寄りが多かった。インテリはもう社会主義共産主義にはまらないやつはほぼいなかった、そんな頃ですね。この時代の証言という不破さんの書には、いろんな各国共産党の要人たちとの写真、ベトナムのなんとかさん、キューバのカストロ議長ですね、そしてさっきのキム・イルソンとか。で、中国共産党が32年ぶりに謝ってきたから和解したぞ、こんな、つまり共産党は正しかったと。で、中国共産党を一貫してね、日本共産党は批判しているうちに、その正しさが向こうにも認められて、向こうから謝ってきた。そして関係改善と。不破さん、90歳になるならないの今も、日本共産党の幹部会には出席、隠然たる力を行使しているとか、あるいはなんかすっごい大きな家があるらしいんですよね。お手伝いさんもいて、お料理もすごくってみたいな。まあ不破さんがその
大きな家建てれた、どこでしたっけ、あの軽井沢かどっかかな、なんかそれはご自身の著書で、そのお家建てられたわけですから、別にまあそれはあのね、何も、なんか共産党の公費をくすねて持ってきたわけじゃない。不破鉄道時代の証言、茅ヶ崎図書館にありました。日本共産党が一番すごかった時に、その中心となって活躍した人生、まあ不破さんにとっては悔いなき人生だったでしょう。ただし、その不破さんが、その中心となっていた時に、新聞赤旗へのあまりのエネルギー、注力、そして実に不可解な90年代以降の日本共産党と朝鮮労働党との歩み寄り、筆坂によると、それは全て不破さんのイニシアティブによるものであった。筆坂のこの指摘が本当なのかどうか、それは今後検証していかないといけないですね。あと、この時代の証言の中ではやっぱりソ連共産党から出てきたいろんな秘密文書、あのグラスノスチの後ね、それによって元日本共産党の委員長であり議長でもあった野坂、この野坂さんの内通が明らかになった、それも詳しく書かれています。この辺は多分本当でしょう。共産党に賛成するしない、不破さんが好き嫌い、そういうことは置いといて、この時代の証言というのは図書館行ってパラパラめくるぐらいであればしていい本ですね。いろんなことが分かりますよ。プラス何度も言いますが、若い頃のお写真がかっこいい、これじゃあ人気が出たのも不思議ではないな。夢ラジオ1896回、今回は不破鉄道著時代の証言取り上げました。マーケット戻りましょう。また動きがありそうですね、今日は。